仕事の上で誰にも負けないいいいいっててうこととがあれば教えたただきたいと思います根本的に自分が常にこのスタッフにも言ってることは、はいえー、自分って価値があるかないかって皆そこまで考えないと思うんですけど、はい、やっぱ働くっていうのはこう人が動くって書きますよね漢字、はい、で。でもただ単に人が動く要するにどんな動き方でもいいんかって言ったら、はい、もう動くことによって人に迷惑かける動き方する人いてるじゃないですか。はいはい、もうそんなそそなななんんことせんどいてるみたいな、はい、それを 一歩こう止まってをを楽にすって、はい、てす。る、はいいう感じてほしんでそしたら自分の周りに似ている旗が、はい、本当にこれ楽になってるか、はい、その楽っていうのは楽しんでもらえてるかとか、はい、まあ重い荷物を軽く持ってあげるっていうのもこれ一つの運送会社の、ねはい、旗楽になるわけですよ。はい、だからその旗を楽にする楽をきちっと提供でき,るできてるかどうかっていうのをやっぱり常に考えて、はい、強みとしてやってるわけですね。